今回は福生市の後編です。奥多摩街道沿いに、集落があったのが明治時代ですね、はい。国鉄の福生村、熊川村とありましたが、五日市街道がこうねあって、まあ、現在横田基地で遮られてるんですけど、まあ、これが五日市街道のまあ名残ですよね。最初の新道の方がなくて、牛浜の方の、部分の横の道筋が五日市街道、はい。で、まあ、奥多摩街道沿いに、まあ、南北にね、集落があったと。これが戦前ぐらいですね。1940年代。福生の中心部に、集落と。拝島駅の次が福生駅。まだ、五日市線、八高線。まあ、八高線はあったと。はい。福生村。八高線もないですね。国道16号線の名残、東京環状の名残だけですね。はい。ですね。これで、ようやく、はい。ですね。八高線と五日市線の線路が伸びております。熊川駅もできて、熊川の周辺の、集落。拝島駅周辺はまだ何もない感じですね。はい。で、1970年代にはもう、拝島駅が大きくなっております。国道16号線、五日市街道、はい。この振動はないですけども、秋野市の方面の振動はないですけども、五日市街道と、福生からの抜ける道、横田飛行場、できています、はい。はい、そしてこれ、この橋ができまして、はい、秋野の正面へも行きやすくなったという形です。五日市街道がありまして、はい、右側が横田飛行場、横田基地で、福生のあたりには住宅街が、ずらっと、できたという感じですね。武蔵野上平、はい、福生の駅の周辺、本町の周辺と、いうことで、もうここからはほぼ、変わってないと見ていいですかね。牛浜のあたりの住宅ですし、熊川の大の住宅と、はい、これが90年代頃ですね、はい。ほぼ、こうやって見ても変わりはない感じですね、はい。横田飛行場ができて、まあ、平地にね、ずらっと住宅街が並んだと、いうことです。はい。そして現在の、福生市ということです。はい、この、JR のかかる橋、これが武蔵野橋と、呼ばれるところで、武蔵野橋北、武蔵野橋南の交差点があります。この、拝島駅から3路線が、分岐すると、八高線、大目瀬五日市線と。はい、これが、新道の睦美橋ですね。五日市方面へ行く、新道と。いうことで、まあ、片側2車線ぐらいの、道路になっております、はい。これが交通の大動脈ですね。で、南北の大動脈は新奥多摩街道ですね。はい、これが、まあ、福生の市街地方面、まあ、東京環状と、新奥多摩街道と。これが牛浜駅の周辺ですね。はい、福生野球場、文化の森中央図書館が、まあ、牛浜まあの、駅周辺にあります。これが野球場ですね。で、横田基地がこちらです。市の3分の1以上を、占めているということですね。はい。これが東京環状に接しているということです。はい。非常にこう大きいのがわかるかなと思います。そして東福生駅がこちらにありまして、駅周辺はですね、普通に住宅街なんですけれども、
まあ、どちらかというと、この周辺部の、住民は、福生駅を利用する人が多いために、東福生駅は寂れた印象があります。無人駅ですね、東福生は。ただ、周辺には福生体育館だとか、福生図書館あります。そして、この辺の住宅街、上平の、団地のあたりですかね、武蔵野、はい。上平野球場がありまして、福生病院、福生警察署がある地域ですね。はい。まあ、柳通りだとか産業道路だとかは、羽村市に、続くような道路も、この辺にあります。福生市は、福生駅、周辺ですね。福生駅周辺は東町と本町がありまして、中心部であることがうかがえます。まあ、新奥多摩街道沿いにはね、店舗も多くあります。こちらが、福生駅周辺になります。まあ、西友だとかあります。まあ、こちら側から、まあ、柳通りということで、まあ、羽村市の方へ続いていたりとか、南北。はい。まあ、羽村と福生がほぼ平地で結ばれているために、結びつきという意味ではね、川を渡らなくていい分、羽村とか木島がやっぱり、結びつきは大きいですね。やはり、あきる野市には多摩川を渡らなければいけないために。はい。まあ、緑地は少ないですけれども、福生周辺にはね、公園がいくつかあります。はい。新奥多摩街道、はい、五日市街道の旧五日市街道。まあ、橋は3つほどあります。ここが、熊川駅の周辺と、いうことになりますね。はい、田園の住宅街がこの辺りにあります。まあ、川沿いのね、桜並木なんかが、有名ということですね。はい。福生高校も、北田園にあります。まあ、田園通りとしてね、南北を貫いている、まあ、道路でもあり、そういう意味ではね、南北幹線と言ってもいいでしょう、福生周辺の。で、拝島駅へ戻るということで、はい、ここが球磨川の地域です。福生市第2回にわたって、紹介していきました。